まあ、今広島に言うんですけども、 AI と人間のアライメントっていうのは当然ね、ぴったりと予定調和になるはずがないんで、人間と人間のコミュニケーションを考えてもミスコミュニケーションとかディスコミュニケーションがあるからこそ、良いコミュニケーションが生まれるわけで、つまり原理的にね、情報のやり取りにおいて齟齬があったり良くないことが起こるということをあらかじめ、阻止することはできないというか除外することはできないというか、むしろそういう、まあ、ミスコミュニケーションディスコミュニケーションみたいなことが起こることを許容しないと良いコミュニケーションも起こらないわけじゃないですか。 AI アライメントも人間の意図とか AI の機能とかそういうものがなんかアラインされるってことが、全てね予定調和でうまくいくようになることはない、ありえないんで、それは例えば表現の自由って言われていることだとか、自由意志って言われていることとか、そういうこととかもすごく関係するんですよね。人間の側がなんかそういう、まあ、アニマルスピリッツに基づいていろんなことをやって、で人工知能とその共同して、でものすごくうまくいく場合もあるんだろうけど、時にはすれ違うこともあって、それは人間同士のコミュニケーションも同じだし、そういうことを原理的に許容しないと良いコミュニケーションも生まれないと、この視点が僕はすごく重要なんだと思うんですよね。だからアライメントにおいてぴったりとハマるってことをあらかじめ目指す、それを保証することを目指すというのは極めて悪いアプローチなんだと思うんですよね。いわゆるセキュリティ、 AI セキュリティについてもそもそもだから人間のその意図というものが確定してるって前提が間違ってるかもしれないじゃないですか。我々例えば幸せになりたいって言って、じゃあ人間の幸せにアラインした AI のあり方ってことを考えたときに、そもそも我々は自分が幸せになる条件を完全に知っているとは限らないわけですよね。多くの場合むしろ知らないことが多いわけじゃないですか。そういうことを考えると、その AI アライメントにおける評価関数っていうのがね、一致してるっていうことを目指すんじゃダメなんだと思うんですね。一致してるってことを目指してるとおそらく最も良いアライメントは得られないんで、むしろ不自由になっちゃうんで、なんかそのフレキシブなこととかロバストなこととか、イボルバビリティみたいな感じですかね、進化可能性、そういうことを指標としてちょっと一つメタなレベルでのアライメントの評価ってことをしないといけなくて、そこにはグッドハーツのロールとか法則とかですね、そういうものが入ってくる。グッドハートの法則はまあ、なんか評価基準が与えられた時にそれをゴールにしちゃダメだよってことなんですけど、まさに AI アライメントにおいて人間と人工知能が調和してる、合ってるよっていう評価関数が与えられたとしても、それをゴールにしちゃうといけないってことは、まさにだからアライメントにおいてそのダイナミクスとしてそのパラメータ設定でそういうことやっちゃいけないってことですから、それは今議論してる話とつながってくるんだと思いますよね。なかなか面白く難しく、でセーフティーの話になるとそれがクリティカルになってくるんで、面白い問題群がそこにはあるなと直覚されますね。今私講演会の目的地に行こうと思ったらその裏口に来たみたいでこっち側じゃないみたいだなこれもだからミスアライメントの実例ですよ。ここなんだろうと思ったら違う裏口に来ちゃったよっていう人工知能にもね有限の大きさがあるとしたらこういうミスアライメントあるかもしれないね。だから本音と建前みたいなのがあって、人間でいうと人間の建前にアライメントしてると本音の部分をうまく拾えないわけだから、それはまた困るわけでしょね。アラインするときにじゃあ人間の本音にアラインするのか建前にアラインするのかで結果が違ってくるよね。だからね、そう簡単なことじゃないと思う。つまり、アライメントって人間の意識とか無意識とかそういう多重性というか多層性も含めて議論しないとおそらく成功しないんだと思うんですよね。ということで講演会場ここかなここかな、なんか違う気もするな、まだアラインしてないんだよ。あれどういうこと、ちょっとアラインしてません。これがだからでも人間のその本音と建前って時に本音を探し当てることの難しさですよね。
なかなかその本音を探し当てることは難しい。だからそのインサイトって難しいんだと思うんですよね。マーケティングにおけるアライメントもだからその消費者のインサイトに寄り添えばいいっていうけど、だけどそのインサイト自体が変わるかもしれないし、アンケートで作った商品とかサービスってのは大抵ダメじゃないですか。アンケートしてこういうものが欲しいって言って、じゃあそれに寄せていったら結局偽物になっちゃうんだね。だからそう考えるとなかなか厄介な問題ですね、アライメントの話ではね。プレゼントをあげるときに何をあげるかって時に相手が欲しいものって言うんだけど、相手があらかじめ予想してるものだとそんな嬉しくないしね。だからアライメントも人間があらかじめ予想してるものを AI が与えるだけだったらきっとそんなに役に立つツールにならないんでしょうね。なかなか厄介なことだと思うんですけど、ようやく見つかって こっち側が表口だったみたいですね。表と裏があるっていうかね、だから、建前と本音があるってまさにこれだな、難しいということで、 AI アライメントはなかなか難しいってことをお話しいたしました。こっち側だったのか表か、あれは分かりにくいわ。向こうから来たらってあっちが表だと思うもんね。これは難しい。やっと来れました。ということで、今回以上についたので、AI アライメントは難しいって話を、まさに表口が見つかるのが難しいという問題と絡めてお話ししました。